よろしくお願いします。皆さん、プといえばプロポーズですよね。そんなことないだろ、急にどうしたの。僕なんてね、プロポーズに関しては世界一。お、世界一すごい。いえいえ、日本一。あ、日本一すごいじゃん。いえいえ、早張り一ですから。いや、小さくなってるやし、土地広げろ広げろお前。じゃあちょっとやってみますか。あ、いいんですか。じゃあね、彼氏がね、彼女を電話かなんかで呼び出すんですよね。なるほどね。ピッピッピッ、ブル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 。あ、電話だ。もしもし。もしもし、夜景の見えるレストランでも行かない？いいわよ。いや、俺はよくない。なんでやよくない。断る権利ないだろ。じゃあ、いつにする。そうだね、昨日がいいかな。昨日絶対昨日。昨日じゃあ、待ち合わせ場所どこにする。那覇市。範囲広いだろ。那覇市のどこよ。ねえ、まあ、デート当日ですよ。ね、レストランの中入っていってね。入っていきますよ。パスタかなんか運ばれてくるんですよ、ね、イタリアン。で、まあ、このパスタ食べながらね、まあ、感想とか言うんですよね。うん、麺だね。いや、麺だね。麺だよ。どんな感想何してる。あのね、私たちね、飲み物かなんか運ばれてくるんですよね。ベストタイミングですね。飲み物ね、こう思ってね、君の瞳に乾杯。キャー、あのセリフ言うんだよ。プリティー。ちょっとお前も行ってこいよ、お前。君の眼球に乾杯。どこに乾杯してる。眼球に乾杯すんなよ、おかしいだろ。で、そしたらプレゼントタイムですよね。皆さん、プレゼントタイム大事ですよ。今日君にプレゼントがあるんだ。嬉しい。バカ、これ指輪じゃないの。ありがとう。ジャンプするな。レレレレレレ。え、ハンケチ。レレ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 。見てて、バ、うん、消すな。お前何消してんだ。ふざけんなよお前も。右ポケット。え、お前の右ポケットなんだ。結婚しよう。いいわよ。いや、俺はよくない。なんでよくない。もういいよ。 Thank you。 どうもし。はい、続いて、インパクトさん。インパクトさん、はい、どうぞ。はい、お疲れ様でした。どうだった。いや、やっぱり楽しいですね。はい、最後です。今日のも出た。出てないです。出てないけど、やっぱり楽しいの。楽しいです。なんか何回か出ている人みたいなコメントなんだけど。そうですね。ふたえよ。はい、して。はい、いや、なんでかわかんないですけど、親指つったんですよ。なんで、なんでだ。痛いです。突っ込みあったから。突っ込みすぎて親指が。さっき問える。違う、知らんから。そんな、結構、結構30代ぐらいの運転してるね、なんかね。カサカサなんですけど。すごいな、いろいろあるわな。黒いね、色ね。はい。部活なんかやってる。あ、ゴルフやってました。ゴルフ？あら、すごくね。え、で、どんどんな、ハワイアンゴルフ場とか行くわけないでしょ。行かないよね。そこまでは行かないけど、どれくらいでもあるの？76とか。すごいな。いや、もうみんなピント来てないけども。おー、76って言ったらすごいね。まあ、72くらいでしょ、多分ね。はい。すごいわ。じゃあ今からもまたゴルフ続けていこう。そうですね。はい。将来は？将来はお笑い芸人になりたいです。一応そこはそうだね。はい、いただいているのが、荒垣君は、どっちが荒垣君？はい、荒垣君が、最大の悩み事を聞いたら、担任の先生に嫌われているって。なんでだ、なんでなんでかわかんないですけど、じゃあクラスで目立ったら切れるんですよ。それはだから授業中やるから、授業崩壊にしてしまうからってこと？わからないです。本当ね、相談した方がいいな、これな。教育長に相談してもらう。ああ、いいと思うよ。今だったら聞くわけよ、いろいろ。はい、続いて富村君。はい。これ、ちょっと待って、名前がニキータってなってるけど。僕、ちょっとハーフマジルなんですよ。ハーフマジル。マジルなんですよ。どこのハーフマジル？アメリカと日本のハーフマジルなんですよ。なんで今わからん、ただ楽しくした。今、この場から。マジで？あ、そうなの？あ、お父さんアメリカ人よ。そうです。なるほどね。最大の悩み事は最近部活でボケられないところ。そうなんですよ。部活何やってる？バレーやってるんですけど、なんかボケられないんですよ。なんで怒られるわけ？違います。なんか周りが面白すぎて、これボケたらいけないんじゃないかって空気になってる。その人たちをここに呼んでもらっていいかな。よければ今後ね。そうですね。ありがとうね。はい、ありがとうございます。インパクトのお二人でした。ありがとうございました。はい、なかなかね、後半でパパパって上がってきたところなんかがね、なんかちょっとプロっぽか